皆さんこんにちは、車いじりバカです。今日は車いじらないんですけど、アメリカに来ておりまして、でレンタカーしたらこんなアメ車に当たりまして、で私あんまり車はいじるものの車のこと詳しくないんでよく分かってないんですけど、ダッジチャレンジャー GT っていうなんかマッスルな車が当たりまして、で嬉しくなって動画を撮ってる次第でございます。はい、ちょっと日光の向きが悪いんで車の方向変えました。これで前がよく見えるかなと思います。ちょっと全体見てみたいと思います。前はこんな感じ。このすごいでっかいリップスポイラーっていうんですかね、がついてます。この黄色いのは YouTube とか見てるとどうやら運搬の時に当たらないようにつけてるプロテクターみたいなんですけど、なんかそのままつけてる人が多いってなことを言ってました。ライトは LED かな、これなんだろう、ちょっとわかんないですね。まだ夜走ってないんで。はい、チャレンジャーのロゴ、そして GT のロゴがついておりまして、いかついですね。でこの空気取り入れ口ですか、なんていうんだっけ、エアーなんとかっていうんですね、これもがっぽり開いてまして、ボンネットもこんな感じですごい膨らんでます。まあでもかっこいいですね。で横はこんな感じ。この盛り上がりというか、このボディラインですね、筋肉質なというか、なんかやっぱりハリウッドの筋肉もりもりスターみたいですよね。なんですごいアメリカチックなかっこよさかと思います。フェンダーはこれなんだ、なんかここ線が入ってるだけだけど、これがあるからきっとなんかフェンダーのあたりがこうシャープに見えるんですかね。真横から見るとこんな感じです。見えるかな、逆光かな、反対の方がいいかな。こんな感じですね。かっこいいですね。はい、タイヤはフロントが245-45R20 って書いてるんで、20インチ45扁平です。後ろも一緒かな、後ろも一緒ですね。ホイールは、私ホイールもあんまり詳しくなくてよくわかんないです。まあでもかっこいいですね。後ろはこんな感じですが、こんなウイングがついておりまして、こんなスタイル、かっこいいですね。マッスルでかっこいい。はい、で乗り込むのは、こういう感じ。これあれなんですよね、ちゃんとこう開けるときには開いて閉めると閉まるようになってます。内装はこんな感じです。ステアリングはこんな感じ、まあ、皮巻きのよくある感じですね。でクルーズコントロール、これはなんかレンタカーなんであんまりいっぱい機能ついてないですね。このセンターのなんか表示を、エンジンかけてみました。まあ、こんな感じの、今ちょっとタイヤ空気圧が左後ろ低いみたいで警告が出てますが、はい、こんな感じですね。ほう、アメ車
あでコントローラーにまずこのコントローラーを押すと多分これがいろいろ変わるんですね。燃費だったかな、これブレーキングディスタンス、ブレーキの距離ですね。これタイヤプレッシャー、あこれ普通のスピードメーター、ラジオ、これが燃費ですね。走ったらなんか出ると思います。でこれ普通のオーディオ、この辺がシフトですね。まあ、こんな感じです。で後ろはまあ日本の車だったら普通に乗れるかな。足元がちょっと狭そうだな。はい、こんな感じです。ここを開けても駄菓子は出てきませんがこんな感じですね。では早速エンジンを見てみましょう。これがトランクだから、これだ。よし、よっしゃ、おー出てきました。 3.6 リッター VVT V6 ですね。おこれがエアインテークですね。こっからエア入れるんだろう。あれじゃあこの前のこのごっついこっから入った空気がこう来てここへ当たってるのか。あこれがこれがあれだな、なんだったっけ、プラグにくっついてる。はい、これがエンジンの全体像です。カバーはまるかな、はめてみよう。この空気がやっぱどこに当たってるか不思議だな。この隙間に入るんだな、きっとな。ここだからこう入れてエンジンを冷やすんだな、きっと。へえ、面白い、いじりたい。はい、閉まりました。ちなみにトランクを見てみましょう。思った、これすげえ重たい。こんな感じですね。まあ、割と広いけどこんなにでかい車なのにこれぐらいしか入んないのかっていう感じがしないでもない。お、スペアタイヤが入ってます。あ、ここにバッテリーだ。大きなバッテリーが乗ってます。これ確かあの光るんだよね。本当に光るかやってみようか一回。光ったでしょうか。ちょっと後で動画を見てのお楽しみにしようって感じです。ちょっと走ってみようか。はい、では走行編を撮りたいと思います。V6 3. 何リッターか忘れましたけどのエンジンなんでもちろんパワフルです。このでもウインカーの音あんまり好きじゃないですね。これがもしかしたらアメリカの伝統の音なのかもしれません。はい、高速に入りますので
あーでもちょっと渋滞してるな、残念。乗り心地は固めですね、やっぱりスポーツカーだからだと思いますが、私の勝手なイメージでアメ車って割とこうふわふわのすごい乗り心地のいい車で、ハンドル切ってもなんかあんまりね、シャープに反応しないイメージがありますけど、これは割とやっぱりスポーツカーですね。いいですね。ここのカーブをちょっと踏みながら曲がってみようかな。FR のスポーツカーいいです、面白いです喜んでます。今60マイル100キロ弱ぐらいですかね。ちょっと踏んでいきます。前まで踏みましたけど、まあ勇ましい音がして加速もなかなかのものでした。これの上級グレードに確か V8 エンジンのやつがあって、それはもっとすごいんでしょうね。このアメ車の V6 ののぶといトルクで走る感じはいいですね。はい、なんかすごく気分が上がります。まあということで、今日は珍しく車の紹介動画なんか上げてみましたが、よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。それでは。